KSH チャンネル。皆さんこんにちは。KSH メディカルトレーニングセンターの吉田です。今回は膝に痛みを抱えている方に向けたチューブトレーニングを紹介していきます。膝に痛みを抱えている方は股関節をうまく使えていないことが多く、膝に大きな負担がかかっています。今回はチューブを使って股関節の、インナーマッスルである中殿筋と小殿筋を鍛えていきます。この2つの筋肉は、片足立ちになった時に骨盤の傾きを抑えてくれるため、股関節を効率よく使うためには重要な筋肉となります。また鍛えていく過程で股関節を効率よくかつ力強く使うためのパワーポジションを取りながら中殿筋と小殿筋を鍛えていきます。では今から実技にやっていきます。田畑さんに協力してもらいます。お願いします。じゃあ早速やっていきます。まずチューブを膝の上につけてもらって、でまずパワーポジションの説明なんですけど、まず足を広げて、まあ、大体肩幅より少し広いぐらいですね。で広げて、スクワットのポジションを取ってもらって、これがパワーポジションです。まあ、なぜパワーポジションかというと、この姿勢ってここから動き出すときに一番力を出しやすいポジションなので、まあ、パワーポジションと言います。じゃあまず、一つ目のトレーニングはこの姿勢のままキープします。これは一番簡単なトレーニングになります。次はここからスクワット、立った状態からスクワット、通常のスクワットよりも中殿筋と小殿筋に刺激を入れることができます。次は、モンスターウォークという、種目をやっていきます。まず、先ほど同様にスクワットの姿勢をとって、ここから一歩ずつ足を出しながら歩きます。この時に股関節が、必ずこのポジションを保ったまま進みます。で前方に行ったら次は下がります。常に頭の位置が変わらないように姿勢を保ちながら行ってください。次は横方向へのモンスターを行います。先ほどよりも、外転、股関節の外転を意識した動きを、強調して行います。先ほどと同じようにパワーポジションを保ちながら横へ移動します。この時につま先と膝の方向が同じように、なるように気をつけてください。次の種目はステップジャンプという種目をやります。この種目はかなり負荷が高くなるので、まず最初にやったキープとスクワット、その後にやったモンスターウォークができるようになってから行う種目となります。まずは先ほどと同じようにパワーポジションを取って、この状態からステップジャンプをやっていきます。このように一瞬で広げてまたパワーポジションに戻すという作業を行います。この時に頭の位置が上下しないように気をつけながらやってください。最後の種目は、スクワットショートジャンプという種目をやります。この種目はかなり強度が高い、きつい種目になるので、必ず膝が痛い方は無理をしないで行ってください。このポジションになるのは、全て共通なんですけど、ここから頭の位置を変えずに、ジャンプをしていきます。なるべく股関節を上に上げて頭の位置を動かさないような、ポジションを保ちながら、行ってください。今回は膝に痛みがある方向けのチューブトレーニングを一部紹介しました。KSH学院では、症状改善に向けたチューブトレーニングをスタートしました。
詳しくは概要欄をチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。